この辺ノンストップのレストランがいっぱいあるよ。そういうとこみたい。ちょっとこの間のところに行こうかなと思ったんだけどさ、ちょっと心が揺れ動いておる。なぜならすごい素敵なところがいっぱいあるんだもん。あそこも超可愛くない？なんか好みすぎる、この辺りの感じが。なんかね、下町の感じとちょっとおしゃれな感じとなんか入り混じってる感じがもうすごい好みですね。あのマカオでイケメンに会ったところに似てるよね、この辺ね。なんかどっちが真似してんのかわかんないけどさ、まあ、町の規模から言ったらこっちの方がすごい、まあ、いっぱいあるから、お店は昔からこんな感じだったんだろうね。多分マカオの方が最近っぽいよ。ほら、上手はいくなワットタウンの中をね、ずっと通るとね、ここら辺に出るらしく。まあ、いい感じなんですよ。ぐらいという希望もある。ちょっとこの間と違ってちょっと低い位置のリバーカフェに行ってみようかなと思います。ここそうじゃない？眺めは絶対上からの方がいいんだね。なるほどっていう感じですね。この間のところの秀逸さがすごかったってことに今更気づくの。あそこにピンポイントで連れてかれたって私すげえな。みんなおしゃれな感じなんだけどな。シェフは探そうと思います。なんと今衝撃が走った。今日飲めない日らしい、なんか宗教的な理由で。マジかみたいな、ちょっと衝撃でした。どうしようかな、これ。ホテルも飲めないのかな。ちょっとそれはちょっと困りますね。私はちょっと調べます。いや、こんな可愛いもの、こんな可愛いもの飲むことないけど、めっちゃ美味しいスイカジュース。そうです、スイカジュースおすすめです。
今ね、プールエリアに来てるんですけどね、今日なんとノンアルコールの日なんだって。ホテルでも飲めないらしいよ。こんなことある？びっくり。もうなんかね、あのみんなわかんない、欧米人とかいるけど、みんななんか火が消えたように寝ておりますよ。ウケる。もうそれなんか人が昨日から少ないなと思ってたんだよね。こういうことだったかと思って、ちょっと納得した。なるほどみたいな。今日一日は飲めないらしい。ちょっと朝とか私ちょっと必死で買い物したから気づかなかったね。なんか今からの時間結構飲むの楽しみにしてたからどうしようかなって感じで、今なんかね、手詰まり手詰まりになっております。夕日めっちゃ綺麗なのね。考える、どこに行くかも。なんか行きたいバーとかあったけどね、なんかね、バーとかも全部飲めないらしいのね。そう、全部飲めないらしい。あり泣く、泣きます。どうにかして飲みます。はーい。面白いよ。またまとめの時に話します。